みなさん、こんにちは。羽から風政権4週4000万声課金、うびちゃんです。今日のお題は、秘宝、両顎に2回目適用したです。両顎とは、別名ルフォー SSRO で、顔の真ん中の骨をダルマとして短く小さくする手術です。これらの動画でもお伝えしている通り、適用外からの何件も断られて、結果一人だけ OK をもらえてやってくれた先生には 4.5 ミリ引っ込めて、5ミリ挙上してもらえて、もう大満足しました。で、無加工動画も載せてるんですけど、最近カウンセリングした別のクリニックで両顎2回目適用診断出たんですよ。もうめちゃくちゃショックなんですけど、1、カウンセリングに行こうと思ったきっかけ、2、カウンセ内容、3、決断、4、まとめ、こちら4つをお伝えします。無加工シミュレーション動画も見せるので、今後両顎手術を考えている皆さんのデザイン希望の参考とかにもなると思うので、ぜひ最後まで見てください。動画の最後に整形有益情報にもお伝えします。それでは、秘宝、両顎2回目適用の理由、スタートです。1、カウンセリングに行こうと思ったきっかけ、伸びしろを求めてもう少しエラー顎削れないか聞きに行っただけでした。半分冷やかしです。クリニックの決まっては、友達が輪郭3点で神経ギリギリまで攻めてもらって大変化して、もう全然腫れてなかったんですよ。で、私はエラー後は2回と、その後に両顎もしてるんですけど、まだ削れるとこあるかなって、もう軽い気持ちで聞きに行きました。2、カウンセ内容、輪郭は神経ギリギリまで攻めてて綺麗に削れてる、むしろ両顎した方がいいと言われました。もうそれ聞いた瞬間、頭真っ白でした。で、先生の意見は顎がないでした。私は顎は顎なしになろうと E ラインが崩れる覚悟で、それでもバグミが欲しくて顎肉削ぎ落とししたので、まあ後悔はないんですけど、やっぱり先生的には気になるみたいで、挙上はこれ以上はできないけど、自分ならもっと引っ込めて顎先をチュンって出すって言われました。シミュレーションがこれです。めっちゃやりたくなりませんか？それでも、もう輪郭をシュシュって削るだけと思ってたら、両顎って言われて、ちょっとパニックで、両顎までしないとダメですかねって聞いたら、まあ、じゃあ顎先プロテとかって、もうそれ顎肉削ぎ落とす前に戻しただけだし、面長に見えるのは嫌だって言ったら、じゃあ両顎だね、このデザインだったら挙上なしで顎先を出してもここを引っ込めてるから今より短い印象になるよ、とのことでした。3、一旦見送ることにしました。理由が8個あって、1、シミュレーションは理想だけどたるみが考慮されてないからあのままの仕上がりではない。2、歯がこれ以上奥まるのは微妙。3、せっかく両顎やるのに挙上できないのはもったいない。両顎の醍醐味、だるま落としができないということです。4、料金の心の準備ができなかった。ピン除去だけで単位だから83万とかちょっと高みたいな。それでまたピン入れられるとか嫌だなみたいな。なんかシュシュッと輪郭削って200万弱かなの気持ちでいたら、400、500万の見積もり出されるのはちょっと待ってってなりますね。5、同じクリニックでやった方の正面の変化がそこまでだった。まあ、有料の記事を買わせてもらったんですけど、確かに横顔は短くて完璧な E ラインでお人形さんみたいなんですけど、正面の顔はそんな短くはならなかったんですよね。で、私の1回目の両顎ほどの感動は得られないんだなぁとちょっとなりました。6、唇の動きが変になるリスクが上がる。お会いしたサロンメンバーさんに、両顎すると麻痺ってるのか、話す動きと口や顎の動きがちょっと合ってなくって、腹話術みたいにカクカクしてる人いるけど、ラビちゃんは自然ですねって言われたんですよ。ちなみに私の無加工を見たい方、サロン入会してください。で、X で両顎4回やった人の体験談流れてきて、その人曰く4回目で動きが変になったらしいんです。なので、回数重ねるとそういったリスクも出てくるのがちょっと怖いなって思いました。7、友達何人かにシミュレーションを見せても、これビフォー角度とか悪意ない、どっちかっていうとアフターの方が私の中でのラビちゃんのイメージだよって言われた。私もオンラインサロンの対面対応とかで整形の相談希望の時は、まあ、写真をプリントアウトして持ってきてもらうんですけど、これになりたいんですって、あの無加工と理想の加工した写真を見せてもらっても、加工した写真の方が実物とイメージ近いよって思うことあるんですね。実際会った時に他人が気にならないならもういいかなっていう気持ちになりました。で、私は1回目の両顎で、もともと E ライン取れてた上で白人 E ラインを作ってもらったので、まあ、一般的にはめちゃめちゃ引っ込んでる部類なんですよね。8、私は芸能人やモデルではない。まあ、しょっちゅう無加工であらゆる角度で撮られて拡散されるような仕事をしてるわけではないので、ある程度妥協って必要なんじゃないかなと思いました。日常的に悩んでるわけでもないし、80点を100点にするためにここまでのリスクを負って大金出して、また鼻整形やり直してたるみと戦ってまではやる整形ではないなって判断しました。まあ、あの整形ジャンキーだからいつかやるかもしれないけど、一旦見送ります。
いかがでしたでしょうか。私が両和語やったのはもう 5,6 年前なんですけど、先生たちも手慣れてきたのか、一昔前なら適応外で断られるような顔の短い子にも手術してて、まあ、両和語できる範囲や移動量が増えてるような気がします。まあ、それで数年経った今、もっと移動できるよって言われたのかなって思います。今更怖くてできない整形でもお話ししてますが、安易に手を出してはいけない整形ってあると思います。両和語自体は本当にやってよかったと思ってるんですけど、これから両和語やる皆さんは一発で100点に持っていけるようにカウンセリング頑張ってくださいね。整形の知識が増えるだけじゃなくて、オフ会や稼ぐ力が身につく女性が輝けるオンラインサロン始めました。一番人気は特殊な不動産投資です。概要欄にリンク貼ってます。公式 LINE では無料で執刀医などを教えるイベント開催中です。今回は0512とトーク送信してもらえたら、過去に期間限定で配信してた気になる美容クリニックメモをプレゼントします。整形する皆さんだと役立つはずなので、ぜひ Twitter と Instagram と Threads は毎日更新してるのでフォローお願いします。 Twitter と Instagram では一応個別対応も受け付けておりますが、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージ送ってください。こちらの動画もいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、今後企画にしてほしいもね、感想なんでもコメントお願いします。見てくださってありがとうございました。またねー。